今週もひどい環境です。はい、はいはい、あともう一回続く予定ですけど、これも先週言いましたけど、社長がここに来てしまったらそうですね、パワーバランス的に僕ら追いやられますから、はいはい、さあデッドラインが近づいてますよ。やばいです。さあ巻いていきます、はい、ボイスラブネットワーク火曜日、渡辺一茂の勅使河原。はい、というわけでございましてですね、はい、今週もこのメンバーです。はい、どうぞ。はい、近見です。はい、染谷です。お互いの方どうぞよろしく。はい、はい、さあ染谷さんどうぞ。巻きますね。巻きますよ。なるほど、巻いていきますよ。事務所で、はい、メロン味のブラックサンダーを見たんですけども、はいはいはい、メロン味いるかなっていうことをちょっとふと思いまして。ご当地土産だからね。まあ、まあ、そうなんですけどね。それしょうがないと思いますけど、はい、まあ、なので美味しいしね、あれ。はい、うん、皆さんになんかこれだけは許せない組み合わせみたいな食べ物で。組み合わせか、あるよ。あるというか、はい、正確にあったよ。もうこういうのの出るたんびに俺言ってんだよ。はい、はい、いいの？どうぞどうぞ。早速でいいの？はい、早速でどうぞ。巻くねえ君らも、ね、ジョアコーヒーこれはね、知らない。ヤクルトで働いてる人に聞いたら、はい、そんなのありましたって言うんだけど、はい、俺小学校の時に宅配のそのやつを団地に来たわけですよ、はい、宣伝に、はい、はい、ヤクルトの営業の人がで、はい、近所いっぱいそれで入ったので、うち小学校だったから俺と妹まだ、うん、はい、ジョアがいいんじゃないと。ヤクルトだと少ないし、はい、1回で5本だから入ってるでしょ。はい、そうですね、入ってます。多いのよ、そんなにいらないの、うん、あと他の乳製飲料よりもちょっとお高いじゃない。うん、なんたら白高ぶで特別だからさ。あ、うん、はい、だからぐんぐん飲んじゃうとコストがってことだったはずなのよ、はい、でジョアにした、はい。毎日ジョアが2本だか3本だか来るんですよ。何本だか忘れましたよ、もう、はい、忘れたけど、その組み合わせが最初の頃は、はい、プレーンとマンダリンとみたいな、うんうんうん、今でもあるよね確かこのフレーバーね、はい、でストロベリーとマンダリンとか、はい、そういうフルーツフレーバーの普通のやつと、はい、あとプレーン、普通中の普通のやつですよ、はい、がのある時からストロベリーとコーヒーコーヒーってなったわけ。おー、また珍しい。ヨーグルト風味の飲み物に対してコーヒーですかと。うん、まあ子供ですからね。そうですね、なんだこれってなりますよね、はい、飲みますよね、はい、はっきり言うね、はい、くっそまずいんすよまあまあそうですよね。あ、どんな味って聞かれたんです、はい、その後もこの話するためにも何回でも言ってますけど、はい、ジョアあるでしょ、はい、ジョアの味は知ってますよね。で、知らない人はヨーグルトドリンク、酸っぱめのヨーグルトドリンク想像してくださいっていうわけ、はい、そこにコーヒーあるでしょ、はい、コーヒー牛乳みたいなことだよね、はい、あるでしょと、はい、入れてくださいと、はい、それですもしくはヨーグルト買ってきて、はい、コーヒー牛乳で割る、どっちか、うんうん、まあ、うん、美味しい想像はできないです、ね、できないでしょ、はい、でそれがね、組み合わせできてた頃は良かったんだよ、まだ平和だったわけ、はい、頑張って飲めばいいんだもん。頑張って頑張るだけ飲めないんだあのちっちゃいさプラスチックの容器が、はいはい、これがさ、コーヒーとコーヒーを入れ始めたわけ。明らかに余ったよ ね、 そうですね、明らかにいろんなとこから断られたよねってうちも断るわけ、うん、はい、頼むからコーヒーを2本やめてくれと、はい、とかむしろ両方やめてくれと、はい、それはできないってことになって、うん、結局解約したの。あ、解約しちゃうぐらいの味まあそうですよね。あれはね、許せない、うん、この組み合わせとしては許せないやつ。うーん、
だから俺はそれがトップ。すごいですね。何でもいいですよ。もう あんこの味の緑色のスパゲッティだと俺多分美味しく食べられる自信あるもんあの名古屋のやつあんかけ、じゃあ抹茶あんかけ、違う抹茶、ま、抹茶あんこなんたらスパゲッティだよね。忘れちゃったけど名前までは甘いやつ。はい、ジョアのがダメ。ジョアのがダメ。絶対無理。今飲んでもダメそうですかね。うん、そう、もう思い出そうっても正確には思い出せないけど、はい、えずきながら飲んでたから本当に。あ、相当ですね。うん、飲み下せないんだもん。はあ、コーヒー。うん、だから、まずそうって思うでしょ、はい、違うんだよ、まずいんだよ飲みたいとは思わない。そこまではっきりと言うってことはもう本当に、うん、それが商品としてあるっていうのは、うん、大人になった今だったら、うん、あれだな、二日酔いで水分取ろうと思ってコーヒー牛乳飲んだのに入っちゃった時の味だよ。うーん、やだその経験がないからでもなんとなく想像できるでしょ。まあ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 、コーヒーが出たんだけど酸っぱいんだろうなってそれやだぐらいのやつは今ないからね。あ、今ないから、はい、味のバランスもクソもないんだよ。だから今そういうのがあったとしても俺それは美味しく飲めると思うんだけど、はい、もうジョアと一緒ってやったら俺は無理だと思う。普通のジョアは美味しく飲むよ。大好きだもん。みるみるだって好きですよ。あ、大好きですよ。これ無理、ほんとダメ。そんなのか、うん、製品でそれはなかなかうん、無理ですね。さて、はい、では、はい、近見さんに、うん、正規品っていうか、まあ普通にそうやって販売されてたり出されたりしてるものだったら、別にそれじゃなくてもいいそれだと角は立ちやすいからそれじゃなくてもいいんですけどね。まあ、はい、まあ、ね、それ土佐作りにタルタルソース許せない全然構わないいや、もう全然そんなんではないです。単純に俺ミートソースの大好きスパゲッティはまあ好きなんですよ。大好き、を頼んだのに、もうトマトの原型たっぷりの、うん、トマトソースじゃんこれっていうぐらいのミートソースが来た時は許せないですね。それはポモドーロですよね。もう本当にだからそっち系なのにそれをミートソースと言って出す店があるんですよ。はあはあはあ、それを、まあ、知らずにミートソースくださいって言ってそれが来て、お前って言って食えねえっていう。あれでね、書いといてほしいよね、はい、じゃあさ、写真を載っけといてくれるんだよ ね、 あ、そうですね、写真を載せないで、そういうなんか変化球みたいにするんだったら、はい、ルーミックみたいなやつじゃない方そうですね、俺食べたやつはルーミックみたいな方でしょあの粉のソース作れる美味しい便利なやつでしょ。 はい、ああいう味がいいんでしょ。そうです。でしょ、はい、粉チーズかけすぎるとゲロみたいな匂いがするあれでしょ、うん、それはどうか分かりませんが、まあそうです、はい、もう居酒屋で頼むから頼んでくれるなって思うあれでしょ一瞬びっくりするからでおなじみのやつでしょ、はい、もうとりあえず、うん、本当に俺トマトダメなんですよ。もうトマトがダメで、うん、そう原型があったり本当にもうなんだろう、一時期松屋とかの普通のカレー頼んでシャバシャバのカレーあるじゃないですか、うん、はいはい、あれを食べた時に、はあ、これトマト使ってるって言って友達がいや使ってないよって、店員さんにこれ使ってますよねって、ああ使ってますねっていうぐらいすごい敏感になっちゃってるんですよ。うーん、そんぐらい嫌いなのにそんなものを見せられたら食べられるわけがないっつって。松屋のカレーはそこまで好きなカレーではないけど、はいはい、トマトは感じたことはないですね。何度か食べてますけど、いや入ってるんですよ。へーとか、まあ普通にトマトジュースでカレー作ったりしますけどね、僕大好きです野菜ジュースとかで美味しいんですよ。まあ野菜ジュースなら入ってるじゃん野菜ジュース一番のベースがトマトじゃんねいや、うん、基本的にそうですね。出たよ、人参ベースのやつあるじゃないですか。こういうやついるよ、見たよ小学校の時の
僕卵アレルギーだからって言って卵入ってるもの全部ダメなのにプリンだけ美味しく食うんだよお前それも卵入ってるからなって言ったらプリンは大丈夫なのプリンだけはっておかしい茶碗蒸しも全部お前残したら入ってんだぞって、うん、集中砲火ですよねいやでも違うんだプリンだけは大丈夫なんだ不思議だねって不思議だね不思議だようん不思議だよあの休んだ子がいて余ったやつまでしっかりもらっていきやがってなんだお前そのプリンに対する要求病気を駆逐してるじゃねえかお前とすごいな、うん、アレルギー出ないですねそれはおかしいだから信憑性のしの字もない、うん、いや別にあのアレルギーとかではなくまあ嫌いなんです、まあ、トマトってアレルギーは効かないもんねうんないと思います多分、うん、はいトマト私はそれですねトマトは汁にされると俺ダメですね汁液体あのトマトジュースとかは俺嫌いですガスパチョもダメじゃん多分ダメですねトマトの冷製スープですようんダメですね飲みたいと思わないですねきついね音の響きだけが楽しくてつい頼んでしまってトマト自体は普通に食べられるんですけどあのニュルっとした感じがとっても嫌そこがいいんじゃんあの酸味と相まって、ね、あ全部魅力の部分今お送りしてるのが魅力の部分トマト好きな人って今のトマトはあんまり物足んないんですよ本当にトマト好きな人どれもダメなんですよ最近のトマト甘すぎて酸っぱいのがいいんですようん上が緑色でグラデーションかかってて、はい、下に行けば行くほど赤くてちょっと皮硬くて口残るくらいがいいんですよシャクシャクは嫌なんだけどかじったらあのブチっていうぐらいの歯ごたえやだなんだろうこいつは絶対料理下手だって分かるタイプの包丁が入っていかないやつあうん、それくらいの皮の硬さ、はい、厚みがトゥルトゥルネスそう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 、はい、テレコンワールドで売ってた包丁だったらスパスパ切れるのねだってまな板も切っちゃうから、それはすごいんだもん、うん、まな板の意味が何でも切っちゃうから電線切るんだよすごーいなんて家で切るかそんなもん波場なの、はいいいよ、くっつかないんだもん素敵でしょ今のところ2人ともトマトになってますけどトマト自体は嫌いじゃないので、スープとか液体にされたらダメってだけでうん、うん、全部嫌イタリアには移民に行けないねトマト祭りとかもうわけわからないですトマト祭りは嫌ですあんな熟したトマト投げたらくせえに決まってんだもんいやだもう絶対町中がトマトだから意味が分かんない食えよ多分俺が崩壊すると思いますソースにして売れよってねえあんなのね、うんうん、祭りってのはまあ難しいですよねなんかねネットニュースで最近見たばっかりだから微妙だから触るのやめますけども、はいうん、あしまった時間がやばい。ああもう巻いてますから。そう、はい、巻いてますからね。どうしましょう。もうここで言っちゃおうかなっていうのはあるんですけど。なるほど。言っちゃえばいいんじゃないですか。うん、はい。言っちゃいなよ。ね、メロン果汁が入ってるメロンパンですかね。あでもそれはわかる。なんか許せないのは。うん、メロンパンのあの形をして。そうですそうです。全くメロンの味しないけどあの、はい、外のサクサクが好き。うん。味がメロンじゃないからね。そうなんですよね。元はね。はい。メロンいらねえと思いながら、うん、そういう人に限って旅行の時に、はい、美味しくないんだよって言ってるのにそいつ言ってるんだよ本人がだからこの場合は染谷君が言うわけだよ、はい、そんな大して美味しくないんだよって、うん、だいたい果汁を入れてなんてって言ってるのにあの流行り物とかそういうものが好きな子が買った、うん、エビナメロンパンとかを一口もらって意外といけるねなんて言っちゃうんですよ一番のやつですよ海老名のメロンパン一番最初ぐらいですよ果汁入れたの言うかないや言わないと思うんだよなこれが美味しいとなるとってなってもう近所のちょっと洒落たねパン屋に行って夕張メロンパンとか買っちゃうんですよあ濃いぞ味濃いぞ濃いんだよいや行かないだろうなそういう未来を過ごせばいい中にソースとか入ってるやつだぞ手をつけないだろうな、まず買おうと思わないよな、きっとそうなの？はいあうんそれはメロン果汁入りのものがダメなんじゃないの？
可能性はありますね。だってブラックサンダーの話から始まったし、はい、まあそうですね、そこからそうですね。あのブラックサンダーは食べてない？まだ食べてないです。あ、はい、どうなんだろう。美味しいよ、うん、まあ何回か多分食べたことはあるので、うん、ああそうなんだ、はい、なるほどね、はい、問題はないとは思いますが、はい、問題はない、はい、これ三者三様ということで、そうですね、まあ、とりあえずエンディングに、はい、はい、はい、というわけでございまして、はい、はい、で結局どういうことなんですか？だからどうしたの？特に着地点は何も決めてはいないんですけど、ふわっと、はい、ふわっと、ふわっとしたついでに外野の人にも聞いてみますか？ああ、そうですね、ですね、何ですか？組み合わせではないんですけど、組み合わせではない、はい、どうぞ。分かる気がする、つけ麺か、分かる気がするな。なんで？すっげえ麺の盛りが尋常じゃない量だから、あれが食えちゃう事実に自分が自分で嫌になるから。僕は自動で普通に大盛りとか食べれる麺の量が多いんですよ。はい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 、うん、どうしてもラーメンというカテゴリーで見てしまうので、うん、あ、それはまた蒸し返すかい？それはね、こんなネットラジオでは抱えきれない問題ですよ、うん、でも何年も揉めてんだから。ザルそばはうまい、うん、ザルそばはうまい、ザルラーメンは、俺ザルラーメンはあんまり好きじゃない。ザルラーメンか、あるんだよ、その、へぇ、まあ、ラーメン冷たいし、なんか、あ、あるね、ありますね、あれでもつけ麺はいらない。あのさ、びっくりするぐらいカツオの味するところとかさありますね。あの、つけ汁が酸っぱいところとかあるじゃん。そうじゃないと思うんだけど、食べるまで分かんないから、それが苦手。あと麺がすげえ麺が太い。いやいやいや、5玉、ね、あの多分量ですか。普通さ 150g ね、茹で上がった時点で 100g から 150g が1人前ぐらいなのにさ、はい、300とかあるじゃん。 ありますね、ありますね、つけ麺は、はい、太るもん。そこかな。つけ汁自体も味濃いですからね。濃いね、濃い、作ってますからね。だってスープ割りなんてシステム知らないからさ、最初の頃あれ飲んじゃってた。塩分濃度半端ないっすよ。だから全部はいかないけど、はい、全部はいかないけど、じゃあでも塩分濃度の話したら割っても変わんないですよ、うん、あ、全部のから一緒だからね。口当たりが良くなってるだけ。確かに。さあ俺スープ飲まないから。なるほど、ね。まあまあまあ、それはあの、その話しちゃうともう池袋大正軒の名物親父のね、亡くなったあの人になっちゃいますからね。大正軒ラーメンもあってつけ麺もあったからね。もともとラーメンだからね、あそこね、確かね。まあいいんじゃないですかね、ラーメン屋で出してたんだからっていう気もしますけど、まあ頼みませんけどね、僕。こんな感じでないですかね。はい、はい、まあ、着地点は見事にないという。ないですね。はい、です、はい、困ったら着地点ないと締めづらいけども、締めちゃい以上です。はい、お相手は渡辺と近見と染谷でしたが、はい、そして、はいはい、次回の映画が、はい、今月のこれ、はい、は3人のゴーストです、はい、ちょっと昔の映画ですけども、この時期にぜひ見ていただきたい、コメディ作品ですね、そうですね、はいはい、ということでございまして、はい、一緒に見ていただければと思います、はい、はい、次回の更新までではさようなら。専門展開でございます。ただいま春のバーゲンセールといたしまして、布団のことなら井口